人の数だけ物語がある。 Fマリノスに関わるすべての人たちにも物語がある。マリビト、チャレンジスピリット旺盛なサイドバック、その背中は今も変わらない。横浜 F マリノスアンバサダー鳩安博、一人でも多くの人にクラブの魅力を伝えるため今日も駆け回っている。17年間のプロ生活を終え、クラブ初のアンバサダーに鳩が就任したのは現役を引退した直後の2012年。クラブの持つ魅力を元選手という立場から様々な形で伝えている。皆さんこんにちは。スポンサー企業にクラブや選手の魅力を伝え、時に営業マンとともに商談に臨むこともある。例えば営業だったら一緒に営業先に行って、やっぱりその元選手ということで、先方の方もやっぱり認知してくれてるわけなんで、営業の方がそういうお金のね、やっぱご支援いただくお金のことを話すのと僕が喋るのとではやっぱりその伝え方が違うと思うんですよ。地元テレビ局でのクラブ応援番組は担当して4年目。海外サッカーのテレビ解説にも忙しい。支援する自治体でのサッカー教室で指導することもあれば、子どもたちに努力することの大切さを伝える機会も最近は増えている。ここで諦めちゃいけない。努力するから人っていうのは成長して、その成長が積み重なって夢に近づいていくんです。いいですか。横浜フリューゲルスでプロ生活をスタートさせた鳩、1999年に F マリノスに移籍し、日本代表にも選出。フォワードからストッパーまで幅広いポジションを経験する中で、プロ生活を支えたのは持ち前のチャレンジスピリットだった。いや、考えてくださいよ。淡路島で生まれて、雑草って切っても切っても生えてこないですか。それと一緒ですよ。何回も何回も失敗してでも、やっぱりその上手い人、あの人に追いつきたい、成長したい、自分が上手くなりたいと思ってきたので、やっぱこの精神っていうのはやっぱり両親からも植え付けてもらったことだと思うし。ストイックな姿勢でサッカーと向き合う一方で、第二の人生を考え始めた時、ある思いがあった。コーチの誘いもあったんですよ、スタッフとして。なんかこう第二の人生スタッフとしてはどうだっていう話ももらったんですけど、まあ僕自身やっぱりちょっとこう今までずっと現役でなんだろう、ピッチの上でずっとこうやってきたんで、やっぱちょっとなんだろうな、現場から一歩離れたところでっていう考えがやっぱ強かったんで、で一般の社会でもなんかこうトライしたいこともあったし、もちろんやっぱりサッカーで育ててきてもらったんで、やっぱりこう J リーグだったり日本サッカーに携わってこう行きたいっていうのも両方あったんですね。元選手としてクラブに貢献するアイデアはたくさんあった。ところがアンバサダーとしての社会人生活は甘くなかった。もっとこういうやり方でやっていったらもっといいんじゃないでしょうかっていうなんかプレゼンしたんですよ。そしたらまず話し方がダメ、なんだこの企画、もうすべてが、まあ言ったらもうバシーって言われたんですよね。いや、なかったですよ、そんな。悔しかったですよ。だから、ちょっとこう、落ち込んだ部分と、逆に、まあ今まで通り反骨心ですよね。絶対にこんなことで負けていない、いい企画立ててやろうとか。もうそういう方が今までいなかったので、どういうふうに使っていいのかって本当に試行錯誤している中で、まあ、本当に当時、まあ、正直言ってしまって、やっぱり彼はまだまだ知名度が実はまだ低くてですね、
ではあったんですけど、彼も全然めげることなく、もう本当積極的にお客様のところ、サポーターの方々のところとかって顔を出すようになっていって、やっぱり徐々にこう認知度が上がっていってから、やっぱり彼の力がどん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 引き出てくるようになってきたかなというのをものすごい感じますね。サッカーではなく言葉で表現するのがアンバサダー。持ち前のチャレンジスピリットで鳩は研鑽を積んだ。解説業もやらせてもらって、最初はやっぱりサッカーの部分でそのプレーのことに対して分かってんだけども言葉に出てこない。マリノスの大先輩の水沼貴史さん含め、やっぱ勉強させてもらいましたね。自分はサッカー選手として肩書きで行くけども、その子供たち児童は僕のことなんか知らない、知らない選手に対して一人間として興味を持たせるやり方はどうするんだろう。大人の人たちだったらこの言葉でも伝わるかもわかんないけど、子供たちだったらもっと噛み砕いて言わないと伝わらないだろうなとか。受けないよね、受けないっていうか、信頼されるアンバサダーになりたい。共に働くクラブスタッフにもどんどん自分をアピールした。彼が頑張ったところは、自分の引退試合があった時にですね、あの時のやっぱり冠のスポンサーさんというのは彼自身が実は連れてきたので、なんとかやっぱり役に立とうと思って、彼自身実は自分一人でいろんなところに、いろんな企業さんに実は声掛けをしててくれて、飯塚さん、ここのスポンサー一緒に行きませんかっていうふうに声をかけてくれることも実はあったんですね。陰ながらやっぱりね、何か実績残したいっていうようなこともあって、自分らしさを少しずつ発揮し、2015年には将棋とサッカーとのコラボイベントも実現させた。鳩の趣味は小学校3年生で始めた将棋。現役時代からプロ棋士と交流を深め、今は日本将棋連盟の将棋親善大使としての顔も持っている。サッカーに興味ないとこからサッカーに興味持ってもらうようなことを企画をやっていかないことには、僕は新たなこうスタジアムへの来場促進ってなかなか難しいんじゃないかっていう僕自身思ってるんで、将棋の親善大使ということでですね、将棋の PR 活動に努めてくださっておりますし、スポーツと文化ということで、違う面も共通点もあると思うんですけど、サッカーファンの方が将棋に興味を持っていただければありがたいですし、逆に言うとその将棋ファンがまたサッカーですね、スタジアムに足を運んでお互いの世界の活性化のために努めていければというふうに考えております。選手だった頃、メディア対応には消極的だった。試合に負けた日はバスの中で笑っている選手を見るだけで腹が立った。結果に一喜一憂する生活を卒業して見えてきたものは、新たな自分らしさ。やっぱ現場よりも今のポジションの方が自分自身の性格には合ってるんじゃないかと思います。自分のやっぱりこう勝利のために表現するっていうのはやっぱ相当自分自身しんどかったし、本当はこういう性格じゃないのにっていうところでも自分の鳩像を作り上げてた部分はあったんで、逆に今のアンバサダーっていうポジションでやってる方が、鳩安宏としてのなんかこう持ってるものが全て今出てんじゃないかなと。鳩は新しい自分でチャレンジし続ける。プレイヤーとして自分を育ててくれたクラブのために、自分が一番そのキャリアの中で成長させてもらったクラブがやっぱりマリノスだったんですよね。そういう部分ではやっぱ最後このチームで自分の全てをかけたい、自分が試合出てなくてもこのなんかこうチームに携わってこれからのその後輩だったりクラブのためにっていう思いがやっぱ強くなったんですよね。アンバサダーとして様々な角度からクラブに関わる鳩だから目指したい場所がある。選手の時味わったあの優勝をクラブのスタッフみんなでやっぱりこう掲げたい。そのために、それぞれの役割、僕は僕、各セクション
各部署は部署で役割、選手もピッチで結果を出す、強化もより良い環境できるために尽力する、それぞれの役割でやっていって、やっぱりあのトロフィーみんなで味わいたいですよ。